ではフランク CEO、 ジョエルファウンダー、亀田ファウンダー、北野プロデューサー、ステージまでお越しください。はい、では改めまして、フランク CEO、 ジョエルファウンダー、亀田ファウンダー、北野プロデューサー、どうぞよろしくお願いいたします。ご参加ください。 We start on March the 31st in Nagoya for quarterfinals with the winner of the overall tournament winning $1 million and a KO bonus for each event of $100,000. The excitement will start with a big, big night, four huge fights followed by two semifinals in the summer of this year.And the final towards the end of this year, around October or November in Japan. そして、初回戦がですね、3月31日、名古屋で開催されます。で、クォーターファイナルズをそこでやりまして、で、賞金は、100万ドルをかけたイベントになります。そして、そしてKO の、ノックアウトしたらボーナスも10万ドル発生するというイベントになります。で、とにかく大きな、とても大きな大会になります。で、でセミファイナルは、ではその2組が競い合い、これは夏ごろを予定しています、そしてファイナル、決勝戦はですね、10月11月を予定しております、続きまして、最高ファイトファウンダー、亀田光輝よりお話を伺いたいと思います。では亀田ファウンダー、よろしくお願いします。はい、亀田光輝です。よろしくお願いします。まず、何よりこのマッチルームの、フランクさん、わざわざ、ね、日本にお越しいただいてありがとうございます。そして、NSN の、ジョエルさん、そして、今回楽天チケットの梅本社長、本当に、こういう機会を、ね、作ることができて、改めてありがとうございます。そしてアベマの北野プロデューサー、ありがとうございます。まず、ね、日本っていう、このボクシングの業界の、ちょっと特殊なところもあって、いろいろこう話していってる中で、もともとこのマッチルームさんのとは、もう、ね、数年前からちょっとこうね、ちょっとこうね、知り合ってっていうところで、サンアントニオで、開催された、ムロジョン、アフマダリエフとタパレスの試合を、会場で見に行った時にも、今後もし何か、ね、ご一緒できることがあればとかっていう話も してる中で、今回このような話になって、それこそ日本っていうのは、ボクシング業界の、いろんなルールの問題とかもあるんで、それだったら、今回ちょっとこうね、ご一緒するのはどうかというところで、この間発表したばかりの、 その亀田智樹の、引退をかけた、試合が、開催される、その3月31日の名古屋で、ご一緒するということに、今回なりました。で、やっぱりこの我々としても、そのマッチルームさんとこうやって、パートナーシップを一緒にこう結んで、これから世界の強豪たちを日本にこう、ね、招聘してくるっていうのは、我々の中でもやっぱり、世界の方に、チャンスも広がっていきますし、すごく、いい機会だなと。特に、我々の選手でも、その重量級、日本では、なかなか対戦相手がいない、チャンスのない、大きい重量級の選手たちも今すごくこう、世界ランカーとかも増えてきてるんで、そういったところでも今後、関わりができて、いくんじゃないかなっていうことで、この第1弾、すごく、僕自身も、面白いこの賞金のマッチプライズファイターっていうのはすごく面白い、試合だと思うんで、企画としてもすごく面白いなと。
なんでこれが今後先々この1回戦2回戦3回戦決勝戦と、ね、あの規模が大きくなっていくように、今回はその名古屋での、ね、あの開催という形になるんですけど、この2回戦そして、決勝戦っていうのはもっと大きな規模で、うん、大きな会場で開催していけると思うんで、皆さん、ね、楽しみに、していただけたらなと思います。改めて、本日はありがとうございます。そしてよろしくお願いします。いやすごく面白いね、こういうトーナメントっていうこういう企画、なかなかね僕ら日本でやっててもあまりこういうトーナメントでね、こうそういう企画っていうものがあまりないんで、はい、すごく面白いなと。でね、こういうふうに抽選でね、選手たちは誰と戦うかわからないと、マッチメイクっていうものもね、普通の試合前に大体誰と戦うかっていうのを、ね、分かって大体こうマッチメイクしていたりするんですけど、でもそれが、ね、こういう形で決まっていくんで、なんかまあこう新しい、うん、あの形が、うん、あってすごく面白いなと。で、まあ、日本から、ね、参戦するこの国本選手とこのカニ選手なんですけど、これはあの日本の、まあルール上そのチャンピオンカーニバルっていうのがあって、あのランキングこの、ね、チャンピオンカーニバルにこう上がってくる選手というのは日本ランキング1位の選手なんですね。このカニ選手は今日本ランキングナンバーワンランキングで、国本選手は、日本 の, そのチャンピオンでもあって、ね、アジアのチャンピオンでもあるので、本当にこの1回戦からあの日本一そしてアジア一を決める戦いがあるっていうのもすごく面白いなと。で、勝ったものが準決勝に勝ち上がるわけなんで、うん、このジャパニーズドリームというのかマッチルームドリームというのか、ね、そういうものをこう、ね、掴んだら、ね、あのそういう機会になれば面白いなと。日本でもすごくこの階級も盛り上がってくるのかなっていうふうに思いますね。はい、はい、ありがとうございます。その1日で開催する予定で、もう全く同じ大会として、はい、そうですね、もう完全にこう、ね、ジョインして やっていこうっていうところで、はい、じゃあそうなるとこの前メインは智樹選手という話でしたけど、はい、それはもう決まってるっていうことですね。そうですね、今のところあのスケジュールで、まあ、それ以外 のカードもあとこれから世界戦、まあ、何試合か追加で、ね、発表していくこともあるんで、まあ、2月の上旬ぐらいかなにはまたちょっとこう、ね、追加のカードも発表していくので、まあ、そういったところでこの、ね、一緒に今回この一緒にこうタッグを組んで、イベントをするというところで、この1日に言えばこうボクシング2024年 のボクシングの全てが詰まっているぐらいの、はい、でかいイベントにしたいなと、はい、思ってます。わかりました、ありがとうございます。